はい、皆さんこんにちは、ケントです。吉野に特化したトレーニング指導、ジムの経営やトレーナー向けの講演会なんかもやらせていただいております。ということで、東京に帰ってきてかなりね、顔がピリピリに焦げついているんですけれども、今日のテーマですね、また皆さんにいただいたコメントについてお答えをしていくという内容になっております。今日お答えしていく内容なんですけれども、こちらですね。健康のためにマクロビオティックを取り入れながら筋肥大目的のトレーニングを行っておりますが、通常の食事と比べて制約があるため筋肥大しにくいんじゃないかという懸念があります。ケントさんのご意見を聞いてみたいです、というお話です。ありがとうございます。マクロビオティック、マクロビなんかっていうとね、かなり体にいいんじゃないかみたいなイメージのある食習慣だというふうに思うんですけれども、じゃあこれって実際どういったものなのか、ボディメイクをしている、筋肉をつけたい人にとっては最適解なのかみたいなところをですね、今回は僕の考え方含め栄養学的な知見からお話ができればいいかなというふうに思います。興味があれば最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日は冒頭にもお伝えした通り、マクロビオティック、略してマクロビなんかっていう言葉がね、メディアなんかで見ることも多いかなと思いますけれども、こういったなんとなく体にいいということは知ってるんだけれども、実際中身どうなのっていうところについてね、筋肥大向けのトレーニングをしている、体を大きくしたい人に対して最適解なのかどうなのか、メリットデメリット、中身なんかについてもですね、深く掘り下げられればなというふうに思います。で、結論から言うとですね、マクロビオティックを取り入れながら筋肥大をしていくということは全然可能だと思います。ただこれからお話ししていくんですけれども、やはりマクロビオティックという食事の内容っていうのはいろんな制約がありますので、それをですね、取り入れながら体を大きくしていくということが筋肥大において優先順位が一番高いのかというと、僕はそうではないというふうに思います。まあ、その辺はですね、皆さんも今日の動画最後までご覧いただきながらご判断いただければ幸いです。そもそもね、マクロビオティックって多分皆さん名前は聞いたことあるんだけれども、具体的にどういった内容のね、食事なのか、なんとなくこう玄米ベースの食事みたいな風にご理解されている方はいらっしゃるんじゃないでしょうか。そもそもどういったものなのかっていうのをね、まず簡単にお伝えをさせていただきたいなと思います。明治時代に石塚左源さんというね、軍のお医者さんとしても活躍された方がいらっしゃって、その方が考案した食事っていうのをルーツにして、1928年に桜沢幸和さんという方が提唱した食事方法っていうのが、今一般的に言われているマクロビオティックの起源になるというふうに思います。玄米菜食っていうところを食事の基礎とした、正しい食って書いてね、正食っていう概念なんですよね。ベースの食事として、例えばじゃあ炭水化物で玄米があったとしたら、それに加えて野菜、漬物、乾物なんかですよね。自然農法によって栽培された、もしくは収穫されたものを使ってバランスを整えましょうという食事法になっております。このマクロビオティックっていうのは単なるね、栄養学、生理学っていうところだけではなくて、思想もね、多く関与しているところなのかなっていうふうに思っていて、体と住むところは切り離せないっていうような考え方から、その土地のものをね、しっかり自分の体の中に入れることによって土地に適した体になっていくっていうところ、こういうところも原点としてはあるんですが、マクロっていうのは長い間、大きいとかね、でバイオは生命、そしてティックっていうのは技術、テクノロジー、技とか、あとは学び、学問みたいなところから来てるので、平たく言うと長寿食、長く生きるための食事という色が強いのかなというふうに思います。つまりその食事法自体の目的が長生きをすることなのか、それとも筋肉をたくさんつけることなのかっていうところにおいて、このマクロビオティックと筋肥大向けの食事っていうのは方向が違うというのは、おそらく皆さんもね、ご理解いただけるんじゃないかなっていうふうに思います。マクロビのメリット何があるのっていうところで、ぜひ皆さんもね、ご自身でググっていただければたくさん出てくると思うんですけれども、一つ一例としてご紹介しようと思います。マクロビの結構大きいところって、やはりね、玄米中心の食生活に変えましょうっていうところ、ここがね、アイコンとしてあると思うんですよね。例えばじゃあ普段白米を取ってる方が玄米に変えると、どういったいいことがあるのっていうと、まず GI 値、同じ炭水化物を取ったとしても血糖値をどれだけ上げるのかっていう値ですね、これが変わってくると。例えば白米の場合であったら GI 値というのは84なんですよ。そして玄米であれば55ぐらいです。つまり白米を取った時よりも、玄米を取った時の方が同じ量を取ったとしても血糖値を上げないから、それに付随して分泌されるインスリンというホルモンの量も減ってね、たくさんの脂肪であったりとかエネルギーっていうのを組織に取り込むことを抑えてくれるというようなね、生活習慣病予防としてのメリットも強いですし、あとはね、白米から玄米に変えることによってビタミン B1、 ビタミン B6、 ナイアシン、マグネシウム、食物繊維とか、白米から多く取ることのできないビタミン、ミネラル、もしくは食物繊維っていうのを多く含んだ食事を摂取することができるっていうのも利点の一つなんじゃないかなっていうふうに思います。ただね、やはりこういった食事っていうのは一長一短で、玄米をたくさん取りすぎるとどうなのみたいなことを言われる方も多くいらっしゃって、じゃあその方の言い分の一つとしては、やっぱり重金属が玄米には多く含まれているんじゃないの、
のっていうところですね。カドミウムなんかがまさにいい例だと思います。これを取ってしまうとカルシウムとかリンとか骨を作るようなミネラルっていうのが体に溜まんないでね、どんどん外に排出されていってしまうことによって骨が脆くなってしまうとかね、まあ確かにそういうことをおっしゃられる方もいらっしゃると思いますし、ただ市販されているものに関しては玄米 1kg あたり 0.4mg 以下のカドミウムっていうところで流通が制限をされてますので、この点についてはね、まあ、そこまで危機的な影響を及ぼすものではないのかなというふうに考えておりますけれども、まあ、その他の面を見てみても、まあ、いいところもあれば当然そうじゃないところもあるっていうのがものの見方なんですよね。マクロビオティック、これもどこまで厳格にそれをやるのか、そして提唱されている人のやり方によって若干違ったりはするんですけれども、穀物を中心とした食生活であったりとか旬の地のもの、お野菜っていうのを積極的に取り入れる、そして口に入れるものっていうのは加工されたものとかね、精製されたものっていうところではなくて、素材をね丸々皮ごとというか一つしっかり食しましょうというのがベースとして考えにあります。なので肉、魚、卵、乳製品とかこういった動物性の食品、こういうものに関してはなるべく控えてくださいよとか、厳格に食べないでくださいよって言われてるようなマクロビの考え方もあるんですよね。ただビーガンのように厳格に菜食主義を守らないといけないんだっていうことよりも、自分の体に合ったもの、土地に合ったものっていうところを必要なものとしてバランスよく食べてくださいっていうところはあるので、どこまでストリクトにそれをしなければいけないのかっていうと、一般食でここにビーガンがあったとしたらその間ちょっとどうなんでしょうね、ベジタリアンビーガン寄りなのかなっていう風な感覚を自分は持ってます。これはあくまで僕の考えなんですけれども、思想としての側面と栄養学的生理学的な側面っていうのは分けて考える必要があって、なんとなくこういう食事って体にいいよって言われたとしても、どういう栄養学的な働き、生理学的な働きがあって体にいいのか、自分が求めている目的に対して合理的なのかっていうのはしっかり理論ベースで考える必要があるのかなと思います。そういった視点で見ると、必ずマクロビオティック、こういった食事を取り入れてると動物性のタンパク質っていうのは不足します。その他にもオメガ3の脂肪酸であったりとか亜鉛とかね、鉄分とかカルシウム、ビタミン B12 なんかが減ってきやすい栄養素なんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。ビタミン D なんかもそうです。大豆由来のねタンパク質なんかで必要量を補うっていうことは可能だと思うんですよ。なんだけれども、やはり動物性のタンパク質と植物性のタンパク質っていうのはアミノ酸組成、どういったアミノ酸でねそのタンパク質が出来上がってるのかという指標も違いますし、そしてバイオロジカルバリュー、摂取したタンパク質だったり他の栄養素っていうのがどれだけ人間の体内で使われるのかっていう値も違いがあります。一概には言い切れないんですけれども、やはり動物性の食品の方が人間も動物ということで、たくさんの栄養素を同じく人間の体内で使えるパーセンテージっていうのが多い傾向にあるのは事実なんですよね。で、多分こういうお話をすると、いやいやビーガンだったりとかね、ベジタリアンでゴリゴリのボディービルダーとか大会で優勝してる選手もいるよって言って、海外の選手をこうバッて出してくる人って結構いらっしゃると思います。で、それはね事実なんですね。本当にそういう人っていうのはいらっしゃいます。でも一部に対して視点を当てると確かにそうなんですけれども、ただ全体を見た時にどちらがどういった食事が最も目的に対して合理的なのかっていうことを考えると、もし筋肥大向けのトレーニング、体を大きくしたいっていうことが最優先事項にある方の場合は、動物性植物性問わずですね、吸収時間等も考慮した上で必要な時に必要な食材から必要な栄養素、必要な量ってくるっていうのが最も体作りにおいては合理的なんじゃないかっていうふうに僕は考えてます。はい、ということでもう一回今日の結論をおさらいすると、全然マクロビオティックを取り入れていても体を大きくするっていうのはね問題なくできるというふうに思いますし、全然それ自体をね否定することっていうのはなくて、ただ最も合理的に体を大きくしたいのであれば、動物性の食品、植物性の食品問わず必要な時に必要な栄養素を取って大きくすればいいんじゃないかなというところが僕の考えでした。大豆プロテインなんかも精製されてる、人工的に作られてるっていう意味ではマクロビオティック的な考えだと取りにくいのかなと思いますので、ただ僕自身がマクロビをすごい否定するかというと、重複になるかもしれないんですけど、全然そんなことないんですよね。数あるシステマティックレビューの中でも、6ヶ月っていうところが多かったかな、マクロビを続けて血糖値が下がってきたとか、糖尿病の方に対しては発症率が下がった、そういったエビデンスデータもありますので、確かに長生きするっていうことを念頭に置いた場合は使える食事法だとは思います。これに限らずですね、全ての食事法に言えるのが万能な方法なんてものはないわけですね。自分の目的が人の目的かっていうとそういうわけではないので、自分の生活環境だったり体質、体格、そして目的に応じた食事方法っていうのを適材適所で選んでいただければ嬉しいです。ということで今日も最後までご覧いただきどうもありがとうございました。こういう動画面白かったり参考になったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタグラム、ノート、ツイッター、サブチャンネルなんかソーシャルメディアもやっております。そして僕が運営する栄養の学校 NNC の方でもこういった動画っていうのは積極的に上げてますので、興味あれば動画の概要欄からチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。